コルモンスは、イタリア共和国フリフリベネツィアジュリア州、ゴリツヤア県にある、人口約7300人の基礎自治体。イタリア語以外の言語では、以下の名を持つ、ゴリツヤア県北西部に所在するコムーネである。コルモンスの町は、ドブロボの南東約 6km、県とゴリツヤアの西約 12km、ウーディネの南東約 22km、 州都トリエステの北西約4 2トルに位置する。コリ立屋県外略図隣接コムーネ隣接コムーネ、及びそれに相当する行政区画は以下の通り。スローは、スロベニア領、ユーリーは、ウーディネ県所属を示す。ユードリを川東岸に位置しており、中心市街は平野に位置する。コムーネ、東北部は、コリオの丘陵地帯となっている。コレモンスの本村は、 領域の中心部に所在する。ブラッツァーノは本村の西北約2キロメートルに位置するイードリオ河畔の集落である。ボルニャーノは本村の南西約3 5キロメートルメディアとの境界に位置する。ローマ帝国の時代には軍事拠点が置かれ、610年までにはランボバレド人の取りが築かれた。610年以後はアクイレイアの大使教領となり、 737年には、ゴリツヤ伯爵となった。その後の歴史は、ゴリツヤと歩みを共にしており、1497年に、ハプスブルク家領となって、以後は、16世紀初頭のベネツヤ共和国への編入や18世紀初頭のナポレオンの占領といった例外を除き、第一次世界大戦の終焉まで、ハプスブルク君主国、オーストリア帝国、 オーストリア・ハンガリー帝国の領土であった。1866年8月12日、第三次イタリア独立戦争の休戦協定は、コルモンスで結ばれた。第一次世界大戦後、コルモンスを含むベネツヤ・ジュリア地方は、イタリア王国に割上された。広域行政組織である、山岳部共同体、トッテナティゾーネコ・リオ山岳部共同体を構成する、コムーネの一つである。 人口推移、居住地区別人口国立統計研究所は、居住地区別の人口として、以下を掲げている。統計は2001年時点。国道 SS56 と、鉄道が、コムーネの東西を貫いており、東に、カプリーバデルフリウーリ、西にユードリオ川を越えて、山序盤にあるナキゾーネとを結んでいる。SS56 は、コムーネの西部ユードリオ下半で、 SS306 を南方向にコルモンス本村の南側で SS356 を北へ分岐させている。南下する SS306 はマリアーノデルフリウリを経てグラディスカディゾンツォ方面につながっており、コルモンス中心部を北上する SS356 はコルノディロザッツォにつながっている。ありがとうございます。